高柳ただし84月17日から1973年12月29日は日本の海軍軍人。戦艦、大和第二代艦長。最終階級は海軍中将。佐賀県出身、高柳米吉の息子として生まれる。旧制佐賀中学卒を経て、1913年12月、海軍兵学校を卒業。翌年12月、 海軍将尉に任官。1920年11月、海軍法術学校高等科を卒業。戦艦、鹿島分隊長、駆逐艦、海風法術長、法術学校教官などを経て、1927年11月、海軍大学校を卒業した。軽巡洋艦、名取、海防艦、浅間野、核法術長、呉れ海兵団、従巡洋艦、 那智法術長、第一艦隊兼連合艦隊参謀、海軍省教育局員などを歴任し、1936年12月、海軍大佐に進級し、横須賀陳府付となる。1937年4月、慶準洋艦、立田艦長に就任し、法術学校教頭、従順洋艦、鈴屋、戦艦、伊勢の各艦長などを経て、 1941年9月、クレ呉陳述付となる。同年11月、戦艦、大和の第二大艦長に就任し太平洋戦争を迎えた。1943年1月、第一艦隊参謀長に発令され、ついで海兵副校長兼教頭に就任した。1945年5月、海軍中将に進み、同月、海軍省教育局長となる。 終戦の招職発布後の1945年8月20日、自決した大西滝次郎中将の後任として、最後の軍令部次長に就任。同年10月、海軍省出資となり、11月20日、予備役に編入された。後に、公職追放となる。ありがとうございます。